生まれ持つ精神体は無力で、誰かの役に立つことがなかった。人の心の声を聞き、痛みを分かつ。それが、私の唯一の力だ。貴族でなければ、私はどこかで飢え死にしていただろう。でも、裕福な暮らしを送っていても、人の苦しみや助けを求める叫びが私に流れ込む。私は彼らを救いたい。でも、運命は皮肉なものだ。人の痛みを感知する力があるのに、彼らを救う力はなかった。翼の弾を立ち上げ、最前線で戦う兵士に糧末を運び、負傷した兵士の手当てをする。力の及ぶ限りの努力をしても、罪なき命を救えなかった。だが、あの人が現れてから、状況は少しずつ変わり始めた。やめろ。お前の能力は癒すことじゃない。奴らの痛みを自分の体に移すことだ。このまま続けるとお前が倒れるぞ。私はあなたと違う。私にはこれしか脳がないのだ。全ての天人があなたほど強ければ、我々は鬼族に追い詰められることがないはずだ。苦痛と紛争にまみれた世にもならなかったかもしれない。非力で戦えない私は、せめて彼らの苦しみを背負っていきたい。それは違う。力はただの武器だ。人を助けることも殺すこともできる。俺みたいな奴しかいなかったら、誰が俺の暴走を止めてくれる？お前がそばにいてくれたから、俺は本当の意味で前に進むことができた。お前は強い心を持っているんだ。羨ましく思う、帝爵で。アシュラ、私たちは運命のもとで出会い、共に戦うことになった。戦場であなたの苦しみを分かち合うように。もしあなたの心に欠けているところがあれば、私は己の心で埋めるとしよう。もう大丈夫だ。何でも一人で背負い込むな。お前は救世主なんかじゃない。人を救う責務もないんだ。それに、俺の中にある執念に勝てるのは俺自身だけだ。この小娘だってそうだ。子供は回復が早い。あとは俺に任せておけ。な、お前はゆっくり休んでろ。翼の弾にはお前が必要だ。人々を救い、その痛みを背負っていきたいとお前は言った。だが、その痛みがお前の限界を超えた時、どうするつもりだ、帝爵殿。あなたはどうだ、アシュラ。あなたのような強い戦士はなぜ迷っているのだろうか。負傷者たちの様子は？しばらく安静にすれば回復すると思われます。よかった。回復したら西への追撃を始める。鬼族の進軍路線からして。大作戦様、アシュラ様がまだお戻りになられていません。なんだと？助けた子供が目を覚ますと、鬼族にさらわれた母親を助けてほしいとアシュラ様に請うたのです。それでアシュラ様が。さらわれたって、どこで？深淵です。
柱。大殺人様、鬼よりもはるかに恐ろしい存在じゃないか。柱、柱やめてくれ柱。このままではあなたの精神体が潰されて死んでしまう。アシュラ、落ち着くのだ。意識を取り戻さなければあれには勝てない。戻ってくれアシュラ。記憶の中。